ババエイチ、ババエイチ、ババエイチ、1879年、明治12年10月5日1937年、昭和12年12月21日は、日本の政治家、大倉官僚、貴族院直選議員。広田内閣で、大倉大臣、第一次、この絵内閣で、内務大臣を務めた。増将時代に行った、大規模な省内人事の冊子には極端な、 積極財政は、官会や財界に、大きな混乱を招く結果となった。東京府芝区、現在の東京都港区に、旧幕臣、山本時光の長男として生まれる。時光は一時日雇い妊婦に身をやつしていたと伝えられ、成果は貧しかった。後に、鉄道技師、馬場県の婿養子となり改正する。 高島地区富士見小学校高等科3年から1892年、明治25年4月に、東京婦人城中学校2年へ編入学。1896年、明治29年3月に、広中を卒業し、第一高等学校文科政治会入学。一校の寮では同期の岩崎小屋田と,と同室だった。1899年、明治32年7月に一校を卒業し、 東京帝国大学法科大学に入学。1903年、明治36年東大法科大政治家を卒業。卒業順位は、1位が後に東京市助役となった小野義和、2位が後に商工大臣や鉄道大臣などを歴任した小川豪太郎、3位が後に憲法学者として天皇期間説を猛烈に批判した上杉新吉で、馬場は4位だった。 ババは、卒業順位の雪辱を果たしてその年の高等分官試験に、主席で合格、晴れて、大蔵省に入省した。こうしてババは苦学の末に、エディート官僚として、立身出世するための最前席をつかみ取ったが、彼はそこにじっとしていられるような男ではなかった。この後ババは、横浜税関監視部長、韓国党官不相無部経理課長を経て、1907年、 明治40年には法生局に転じ、1922年、大正11年3月に、声優会党内構想の煽りで突如辞任した横田千之助の後として高橋内閣の法制局長官となった。在任3ヶ月で高橋内閣が総辞職したことで、馬場も面勘となったが、同年11月には、貴族院直選議員に直任される。馬場は、 当時貴族院における、声優会の別動態的な行動をとっていた、研究会に、所属、やがて交渉と妥協に長けた、折衝の名人として、頭角を現し会派の中心的存在となっていく。馬場はそれまで銀行畑とは、縁がなかったが、1927年、昭和2年には、声優会の田中義一内閣の人事により、日本官業銀行総裁に、就任。 1936年、昭和11年までその任にあった。官元総裁在任中、馬場は特に農村金融の充実に尽力した。彼は本来は正当的な均衡財政論者だったと言い,い、浜口内閣の井上淳之介蔵省による金解禁政策も支持していた。しかし官元総裁として、金解禁後の不況による農村部の疲弊をつぶさに目にし、また、 満州自閉員後ソ連と直接で国境を接することになって軍備の重要性を再認識したこともあり、この頃から積極財政主義に転向していったと考えられている。1936年、昭和11年に広田内閣が発足すると、バババマンを持たして増将として入閣。前任者の高橋小歴与増将が掲げていた交際前言主義を放棄し、 国防の充実と地方振興のためには増税と交際増発をもとはない財政声明を出した馬場財政。またその政策遂行のために省内の人事刷新にも着手、長沼高貴を増殖秘書官にして新たな人事を狙わせた。まず、津島都市一次官を退任させ、軍部と教皇に渡り合ってきた加屋沖則主計局長を理財局長に移動させたほか、 石渡総太郎主税局長を内閣調査局調査官へ、青木和織財局長を台湾事務局次長へと、それぞれ障害へ放出した。こうして、馬場が初めて主導権を握って作成した昭和12度一般会計予算案の概要は次の通りだった。増税は、タバコの値上げなどで賄うことにした。こうして、昭和12度予算案が明らかになると、 軍需資材の需要増を見込んだ商社が、一斉に輸入注文を出し、輸入合わせが殺到して円が下落、輸入物資の高騰を招く混乱を招いた。この直後の1937年、昭和12年1月21日に、浜田国松議員と寺内俊一陸将との間で、腹切り問答が起き、これに憤慨した寺内が単独辞任をちらつかせながら、衆議院を、 懲罰的に解散することを広田に要求すると、広田はあっさりと、閣内不一致を理由に、内閣総辞職。これでこの予算案は、結局廃案となった。しかし後に、広田は、茅やおきに対し、実は、腹切り問答は、助け船のようなものだったことを打ち明けた。本当は、馬場財政の煽りで外国側替や経済情勢が、混乱して、 どの内閣を投げ出さざるを得なかったのだという。広田内閣総辞職から、短命の林内閣を経た4ヶ月後の1937年、昭和17年6月に第一次、この江内閣が発足すると、馬場は、軍部の強い後押しにより、内務大臣として入閣した。軍部は元より、この絵も当初は馬場を増将に再起用することを考えていたのだが、 財界には、馬場財政への不信と風当たりが、大変根強く、かといって、今更断れないこの絵は結局馬場を副総理格の、そうという、そもそも広田を外相として迎え二頭立ての陣容になっていた、この絵内閣においてはいかにも、中途半端な立場に処遇せざるを得なかったのである。馬場はそれからわずか、半年後に病気を理由に辞任すると、一週間後の十二月十一日に、 心筋梗塞を起こして急死した。万58歳。没52位。君一等極日大受賞が贈られた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。